ゆうた、ゆうま、ひゅうが、肉じゃが作れる女子へそかわいいやまと、かまどです。今日は何？今日はファッショニスタ。今日はですね、ファッション企画になっているんですけれども、まあ1年前の僕たちのどの動画でもいいんで見てから僕たちの今を見るとね、やっぱりちょっとおしゃれになってるわけじゃないですか。まあ人前に立つということでちょっと服装とかを気にし始めましたよと。いつものおしゃれな服は動画で見せてるんですけど、その逆っちゅうのはなかなか見れないのかな。ということでね、本日はダセ服にちなんだ企画、これやっていきたいと思います。あらよっと。ということで本日の企画、第2回ダセ服コーディネート対決。これ実は第2回、第1回はゆうた君と僕とゆうま君にやってます。あ、やってたね。そうだね、ジージャンとかでやって。はい、うわ。ということで僕今日審査員の方をやらさせていただきます。あ、お前はダサくなれねえもん。これかけていいお金が1万円以内だ。おー、結構かけていいな。でこれ一番きついのが、一番かっこよくなってしまった人がダサかった人の分全額負担です。おい、これ結構きついでしょ。いや急な場の際に何で嫌って書いてあったよね今。嫌、うん、いや、いやだからもう頑張ろうと。いやー入ってくんねんよ。ユーマの顔全部見えなかった今。お前、まあ今回の一番きついポイントは、まあさらっとした企画で4万円負担のリスク。いや、やばすぎる。まあこれはね、ダサいっていうのはもう服単品でダサくてもいいし、着こなしがダサくてもいいし、もう雰囲気がダサくてもいい。パッと見ってことでしょ。そう、まあ俺が審査員だから、もう独断だけで決めていきます。オッケーオッケー。じゃあ皆さん今からショッピングしてきて、ここに戻ってきて審査となります。はい、それではやっていきましょう。じゃあまあ順番これ大事だから。あ、じゃあ希望戦にしますか。俺3がいい。俺1。じゃあ俺2がいいか。俺今4。え、でもめっちゃ有利だよ。だって印象に残るから。いや全然もうそんな関係ないぐらい出せんよ。ほんとに。じゃあ俺からだ。はい、うん。じゃあ着替えてきて。まあ、ついてきて。うわー、ゆうたん楽しみ。ダサい服。まあおしゃれだからな、あいつは。それではファーストチャレンジャー、ゆうたくんの登場です。どうぞ。はい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 。お前ガチ。もう言うたら俺決定。あいつは無理よ。俺決定。プーよ。バカダサくね。いや、なんかあのおばあちゃん違います。じゃあこれ言ったじゃん、なんかさ、こういうさ服を着てる人はいるけども、こういうのがダサいって気づいてないよっていう。ああ、なるほどね。人いわゆる今流行りのそういう感じを取り入れたけど、取り入れ間違えちゃった人ってことね。そう、このプーとかさ、うわ、足の幅広っ。いや、でもこれがちょっと前なのか後ろなのかわかんないんだけど、だからポッケのね、形的にこっちが前なの。あ、そうなんだ。ゴリダサいね。どう？え、そう？ダサいと思わない。いかんせん。だからお前らダサいんだよ。はい、ヒューが言うまあ、右で落つ。いや、それ他の人に言われるやつだから自分で言うね。着こなしはダサいって感じだね。そうだよ。え、俺多分これ着たら俺の中で一軍よ。そうだよね。そうだよね、やばい。そうだよ。俺好きなんだよ。おお、これおい、バカダサい。何言ってんの。お前新宿で酒飲めれば、うん、それだったら。本当に六本木のクラブ行けるみたいな。いや、戻れるよな。いや、ちょっと待って、これ出たよ。クラブエピソード話していい。俺ね、リオとボンとクラブ行った時の話なんだけど、へぇ、全然あのコロナとか始まる前、うん、で3人で普通に行って入ろうとしたの。そしたらああいうのってやっぱ身分証とか見せたりとかあるじゃん、うん、でも身分証とか見せて俺入れるとしたら普通に入れてもらおうとして、俺リオ OK だったんだけど、ボンなんか止められてて、で近く行って聞いたら、でスウェットはダメですみたいな感じで止められたの。でボン結構ブチ切れてるの。いや、これスウェットじゃないですみたいな。いや、スウェットですね、まあ、すぐ出てくださいみたいな。クラブの人って結構厳しいから、すぐ出てくださいみたいな。しょ、これポール・スミスだけどな。ガチで入れなかった。入れなくて、でドンキ行って、ドンキで変なジンパー買って入ったんだけど、合計金額7700円です。おお、高いね。上手ですね。いや、だいぶ不利です。だって周りがこんだけ言ってるからね、オーディエンスは湧いちゃってきた。あ、マジか。まあ俺の独断と偏見なんで。あ、そうだ、ヤマト審査だ。そうそうそう、うん、この人のたちのは入れないようにします。あ、結構僕パッと見ヤバいなって思いますけどね。いや、これよりはダサいでしょ。いや、俺もあるよ。え、これデートで来られたら結構最悪じゃない。一緒に歩きたくないよ。デートで来れるよ、これ。まあ、灰色に灰色やから、ね。そうそうそう、そういう配色とかきついっすよ。はい、じゃあゆうたくんお疲れ様です。はい、ネクストバッター、ゆうまちゃんです。行ってきまーす。行ってきまーす、あや。行ってきまーす、あや。行ってきまーす、あや。バンダリア祭と付き合ったのかどうかよくわからない。よくわかんない。よくわかんない。結局わかんない。で、あの、オオカミちゃんあたりよくわかんないけど。ちょっと、あれ。いや、ずーい。
最低だね、お前もうバカだぜ、やべえ。街には出れるもんね、うん、これで俺多分3分ぐらいの服が今一緒に買いに行ってたんですけど僕2人でこれならワンチャン普通に着れるからって思ってたこれズボン10枚10枚です。いやまくってるだけやん、ズボンありなの。あれいやズボンはなしだよね。まあじゃあズボンカウントしなくてそれがなしだよ。それを含めてだから、いや時間なかったんだよ。だからそう時間なかったの。いや言ったなら下は買う時間あるだろ。いや時間マジなかった。いや取ってみて帽子。帽子取ったらどうなの。あ、でもまあ、あった方がいいか。あった方がいいか。ビーアイリッシュが来そうだけど、なんですか。ね、おしゃれで。バーカーイ。あら、めっちゃ。あ、今のお前、おしゃれポイント上がっちゃったよ。じゃ後ろにかぶってみても、髪とか上げて。あ、確認する。あ、上で行き過ぎた、お前。しばっちゃう。これ、縦結びになったら面白いな。縦で行こう。だっせお前。じゃあ値段4500円です。おっ、うん、まあ押されたね、多分負けた時用に。じゃあ次俺が、うん、行けよ、行ってきていい。俺さこういう企画をやるたびに思うんだけど、ヤマトあれで外出れねえべ。あ、ほらだってほら吉祥寺のロケの時のヒューガーバスローブみたいなのさ、あんなダサい服ではあるけどそれで外出ねえやん。最低限を越してきてるみんな。なるほどね、うん、そこを守った中で戦ってる。そうだ、俺は常にそうだもん。あいつは出れない可能性があるからね。それではサードチャレンジャーヒューガー君の挑戦です、どうぞ。いや最低最低お前はお前は最低指摘されてちょっと焦っちゃって、これあの半袖なんですよ。ズボンないとポイント低いみたいに聞いたんで。ズボンすぎるわ。もっと開けよ。だからズボン、いや、はい、ナイス、はい、うっけつしちゃって。はい、もう開けたね。あれ入ってんじゃん。飛んで、せーの。あーももちぎれる結果な、生命結果切れる。あーももは生命結果切れる。まあ出たらいけるよね。いや、一応外には出れるラインって言われて、反則だよ。俺が着替えてる時に話がどんどん変わっちゃってたから、バスローブ外出ないでしょって。あ、やべえと思って。え、それはもともと上に着る予定だったの。あ、上に着る。あ、じゃあそれで行く。あ、上に着る。ええ、ええ、そのもう汚ねえよ。もうやっちゃった。お前ガチずるいな、企画に対して。おおおおお、あ、脇の生命血管切れた。ねえんだって人体に。いとくよ、それ発表まで脱げないから。一回グッてやればちぎれちゃうか。一回グッてやってみる。もうせんともうせん。それ合計金額いくらなの。合計金額は3500円。まあ僕の中で審査し、うん、はい、ありがとうございました。いい、よし、判定か。いやー、最後俺がいいです。ラストボスです。腰がいいと脇の生命血管切れてるんだよ。生命血管ってなんだよ。出て2回3年じゃねえかよ、お前。肉団子作ろうとしてんだ俺の腕で。はい、サイコパスよ、お前。発想が最後。いくぞ、ちぎるぞ。痛い痛い痛い。せーの、ちぎるぞ。せーの、ちぎれ。せーの、ほい、ほら、俺ちぎる強っ。なんでちぎれんの。じゃあ、ラストチャレンジャー、アメギさんです。張り切ってどうぞ。お前、最低だね、本当に。いいよ。ああ、うるせえよお前、人ちゃった。こういうの須田まさきさんが着てたらおしゃれだな。確かに、うん、いや、まあ合わせとか含めてですね。合わせが良くない。食べ物合わせ最悪ですね、柄に柄。しかも赤に赤で、うん、コンセプトは何。コンセプトだから、あの料理一回作っちゃったらハマっちゃった系女子です。え、長いですコンセプト。いや、ずっと考えたんです。そういう感じだったよ。その長さだって。まあ季節感とかも含めて結構ダサいっすね。そうだね。こちらお値段2900円です。2つで。じゃあちょっとこっからね、審査員の人たちと打ち合わせしてきまして、うん、発表できたいと思います。はい、お願いします。今回おしゃれな方来てる。え、本当に。あ、ここには出てこないんですけどね。うん、そうなんですよ。ジャンボマーシさんが2人来ていただいてます。2人来ない。2人来ない。モンスターみたいな。1人でも信じれないんだ。3人でちょっと打ち合わせして、はい、発表していきたいと思います。お願いします。それでは結果発表。
最初にも言った通り、一番ダサくなかった人、つまりダサさを目指したのにかっこよくなってしまった人に今回のその洋服代全てを払っていただくということです。ダサかった人が1位ですね、うん、では発表していきたいと思います。第2回ダサかった服選手権第1位アムヘリウニャーまあ解説といたしましては、まあそのアイテムもさることながら、その合わせるっていうポイントにおいてね、そのガラガラで合わせてくる感じで、食べ物で合わせてくる感じ、めちゃくちゃ気持ち悪いですね、うん、最低のコーディネートでしょう、うん、だいぶダサいね、うん、お前バカにされてることに気づけよ残った方がかっこいいんだからな。続きましてダサかったランキング第2位ゆうたくんです。おいおい待てよ、よし画面で伝わってるか分かんないですけど、うん、ズボンの生地が最悪ですね。そうなんだよ。あ、これ毛布にもできるよ、全部持って持って持って、だからね、なんていうの、そのフェルト生地みたいな持ってんじゃん、もうそうだ、仕方がねえじゃん、ヒューガ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 人ですよ、ヒューガ人ですよ、ヒューガヒューガ人です。ではヒューガ君が派手に面白いことしてる陰でユーマ君ガチきそうな顔してます。ゆうたくんのダサかったポイントは、そのフェルト生地と、うん、あとそのなんていうの、オーバーオールとかというのが流行ってる中で、多分そういうの買いたかったんだろうけど、まあ買う相手も間違えてるよね。そうだよな、じゃあコンセプト勝ちよ。あ、そうそうそう、コンセプト勝ち。いや一般人が何言ってんだよあいつ。続きまして第3位の発表です。ああ俺やばい、これで決まる。第3位ゆうま。はい、お盛りありがとうございます、ごっつさんでーす。ちょっと待って、俺が一番かっこいいって。なわけない。まあやっぱりダサいポイントとしては東久留米、うん、いやバカにしちゃいけないよ、うん、東久留米、地元をやっぱ安直にレペゼンしてるっていうところと蛍光色の派手使いはありえないですよ。ということで栄えある今回のダサい服選手権第4位 B ですね、こちら日向くんになっております。かっこいい、納得いかねえよ。かっこいいんだ、かっこいいよ、何のセンスもねえだろお前なんて。かっこいいとかじゃない、で出れないね。じゃあ剣舞、あ、そういうこと。だから B です、お疲れ様でした。よし、だから合計金額22,700円。まあまあ、うん、脱がしてあげて、脱がしてあげて、脱がしてから落とそう。すごっ、そのままにそのまま、ねえ顔痛い。こういうもう終わりだよね、アニヤマルみたいな。いやめっちゃここで、おっ薄かいな。我慢できなかった。じゃあ最後動画と一緒に女の子パンって落として、おお、なんか一言でパンって落として、なんか提案ない、俺の二重幅住むなら今なら敷金礼金ゼロとか、俺の二重幅住むなら今敷金礼金ゼロだっせ。